こんにちは、矢崎梨央です。いいじゃないですか、等身大の女性たちの無様で切実な恋愛相談。その4人、どれも相手がどうしようもない男なんだけど、なぜか男の名前が全員伊藤なの。はい、チーズ。別に恋愛相談と言いますか、同じ職場で働く男性の伊藤さんに必要に言われて困ってるってありますけど、飾り気ゼロ、愛想もない彼女に視線を向ける男って。伊藤さんはどんな男性なんですか？ KY でしつこくて、こっちのタイミングなんかお構いなくどんどん入り込んでくるんです。来週の日曜日空いてる？スピッツのライブチケット一緒に行こう。やめておけ、ただより高いものはない。連絡先とか教えてよ。ほら、ただより高いものはない。付き合っちゃえなよ、ちゅうちゃんお金ないんだから。女性、親の金で生きるしかない男でしょ。これ何？今伊藤が置いてったよ。もう無理、マジで無理。ゆうこ、僕が時々ある女の子と会ってるってこと、それ聞いて怒って帰っちゃったんだ。じゃあその子と会わないって約束したら、しゅうこちゃん僕と付き合ってくれる？ごめん、俺のことが嫌いなら嫌いとはっきり言えばいいじゃん。嫌い、とにかくもうなし。俺にそんな態度取ってどうなっても知らないからな。もう関わらない方がいいですよね。そうね、なんかネタになるかもしんないだろ。ダメ、伊藤は面白いネタになるんだから。野さん、君クビだから。俺にそんな態度取ってどうなっても知らないからな。ライブをすっぽかしたことへの仕返しなんでしょうか。マッキーに任せる。自分のことすら人任せ。最後に誰かを好きになったのいつ？変わりたいの、この気持ちわかるよね。あなたも変わらないとダメでしょうね。